私の大事なあれが盗まれようと何者であれ犯人は後悔することになろう。わしが手がかる。貴様だけではないわ。とてもあれは大事なものだったのじゃ。どんなお宝だよ。俺様にも拝ませろ。お前が犯人ではないよ。ならば誰が盗んだ。知りませんって。犯人でなければ用はないわ。しばしさっさと他を当たるのじゃ。師匠殿、何なんだよ。宝石か。詮索は無用だ。さっさと探そう。きっと犯人あいつら。泥棒の俺様が言うんだから間違いねえ。贅体ばかりで器の小さいボングどもめ、おとなしく盗んだものを返すがいい。ガキども、言葉に気をつけろ。何を怒らせると高くつく。俺たち何も盗んでねえぞ。役所、討ち取ってやったわ。悔しいが、ここは引かねば。教えるかバカめ。貴様らに言えば貴様らも狙うに決まっておるわ。行くぞマサモ、急がねば手遅れになりかねん。ついに見つけたぞ。盗んだのは貴様だな。死刑なの。マーロは何も盗んでないの。貴様の顔が真実を雄弁に物語っている。白くて丸くて柔らかそうなその顔が。おいしばし、なんか目つきやべえぞ。バランス結構活躍。ならば犯人は奴しかおるまい。白き衣の他のものを発明したのは貴様だろう。私のものまで盗むとはよほど好きらしいな。激すれば真実を見る目が曇ります。少し落ち着かれてはいかがですか。孔明様、この者に聞く耳はない様子。お気をつけください。さすがのお働き。さすがですな。将兵らの士気も高まりましょう。私こそ竜、天下無双の上り竜よ。おやつらでもないと。だが犯人は必ず近くにいよう。何としても探し出せ。あんなうちを俺まで疑われそうだぜ。マヒロー、天気やな。
げないんちゃう。肉まん？お宝って肉まん？バカめよ、肉まんは至高の宝だ。温かな柔肌に包まれた芳醇な褐色の塊。やめいしばし、そうそうしただけで。この子のご飯がなくなってんもん。お腹空かせてたらかわいそうやろ。怖がらなくていいから、おいでおいで。かわいいでしょ。ほら、いい子いい子。こいつの餌になったわけか。そういうことならば諦めるしかあるまい。二度と盗みはするな。やつの腹を満たすものは別に用意しよう。てか、うまく話をまとめているけど、誤解でぶちのめしたやつらどうするんだ。登り竜、